エンジン良好。楽しいな。車をもし運転するときは気をつけて。はい。じゃあ行ってきます。出発。というわけでね、高速道路走ってます。旅ですね。始まりました。今日は福島県は猪苗代湖というのがあるところですね。そこで一泊してスタートみたいな感じにしようと思ってるので、今日は走るだけみたいな感じですね。あんまりそんなに高速道路走っちゃうと喋ることもないと思うので、ビュンビュン行っちゃいたいと思います。いやー、ずっと寒かったんだけどね。今日は急に暖かくなって天気が良くて、持ってるな俺、晴れ男。いやー、進んでる。家からどんどん離れてる。その感覚がね、旅だなっていう感じですね。ジャンクションだ。東北道入るよ。やっと、東北ってワードが僕の目に飛び込んできました。久喜白岡ジャンクションです。ここ左方向に行って、北に東北道に乗って北に北上、北に北上、はい、ここで宇都宮久喜方面ですね。ここまで長かったな、まあ、関東でもね、東北から遠い方に住んでるので、やっと東北道かと。対向三車線の気持ちのいい道になってまいりました。いやまた雲が一気になくなってですね、そして前方には山脈が見えてまいりました。シェルをね、直してあげたじゃないですか。結構ね、カビ生えちゃってたりなんだりとかで、いろいろメンテナンスしてあげたんですけど、メンテナンスしてからかなりね、調子いいですね。その座りが悪くなったりするんですよ。そうするとなんかシェルと軽トラの一部がぶつかってるような音がしたりとかするんですけど、そうしないためにこういいポジションにしてあげて固定してあげるっていう必要があるんですけど、今回の固定はねかなりクオリティ高いですね。福島まで203キロってなってますね。福島市までですね、これはね。まもなく佐野サービスエリアがあるので、そこでお昼にしたいと思っています。いやもう定期的にね、1時間に1回ぐらい伸びしないとやっぱ体が痛くなっちゃうんで、もうずっと同じ体勢なんでね。広っ。佐野サービスエリア工事中やん。上りはなんかありそうなんですけどね、下りはなんかもう工事中でプレハブ立ってますね。こんな感じでプレハブが立ってて、ちょっと楽しくなさそうなサービスエリアになっておりますが、ちょっと飯食います。はぁ、うん、ケツいた。歩いて行ったら上りのプレハブじゃないサービスエリアまで行けるみたいだったんですけど、ちょっと遠いので、まだ旅始まってないですね、私からしたら。まあ始まってるんだけど、なんていうか東北に行ってないのでって言うと栃木の人にあれかもしれないんですけど、一応ねプレハブの中に売店と食べるところもあったんですけど、お昼時っていうこともあって混んでたので、ちょっと何でもない焼きそばを買ってきてしまってごめんなさいっていう感じなんですけど、食べます。栃木といえばレモン牛乳ということでね、買ってきたのでこれを今食べちゃいます。なんだかんだでこういう焼きそばが一番うまかったりします。うまっ。なんこれ最高じゃん。あ、うまっ。やっぱ紙パックの方がちょっと美味しく感じるね。うまかった。ごちそうさまでした。東北道あと139キロで、ジャンクションを迎えまして、猪苗代湖の方に向かって走っていくわけですけれども、さてさて自然豊かになってまいりましたね。
都内では感じられないような空の広さを感じられます。低いところの雲まで見ることができる。気持ちがいいです。まもなく那須高原のサービスエリアです。ここでガソリンを入れます。ちょっと休憩して。あっという間だったなぁ。あと1時間切ってます。全然高速大丈夫だな、この車。実際、まあ、走ったことないわけじゃないんですけど、あんまり長距離って走ったことなくて、なんならこんな距離この車で走ったのもはやもう初めてなんですけど、時間で言ったらもっとね、長く時間乗ってたことはあるんですけど、距離だけで言えば初めてこんな遠くまで来たっていう感じで、高速全然大丈夫ですね。長距離もうちょっとなんか煽られてキャーとかワーとかなるかなと思ってましたけど、はい、那須塩原の分岐を右方向です。サービスエリアです。分岐を右方向です。はい、はい、ありがとうございました。はい、到着。那須高原のサービスエリアかっこいいですね。なんか那須高原のサービスエリアって感じする。なんかでも来たことある気がすんな、ここ。一回来た気がする。北東に進みます。分かったよ。ガソリン入れました。あと1時間で着きます。さっきちょっとサービスエリアで写真撮ったんですけど、自分のひげ変ですね。顎ひげ伸ばしてて、今どこ初めてこんな長くなったんですけど、これ変ですね。変だということが分かりました。あ、福島県だ。福島県に入りました。西郷村、イエーイ、始まります。キーキャンの旅、東北弾丸ツアー、バンド系、イエーイちょっとおかしくなっちゃう。東北6県のうちの1つ福島県に入りました。いや、ちょっとテンション上がりましたね。東北に入ったぞと。道の駅猪苗代っていう道の駅がありまして、そこでね、いろいろ今後の、予定だったりとか、まあ、この旅のルールだったりとか説明できたらいいなと思います。ジャンクションです。常磐道に乗って西に進みます。すっかり夕方ですね。かなりね、山々しくなってまいりました。磐梯熱海、熱海って土地なんですね。この辺も海とは逆方面に進んでるんだけども、さあトンネルです。お、白鳥のトンネル。なぜこっちの白鳥はこんな綺麗なのに向こうの白鳥はあんなに寂れてるんだろう。なんですかね。そうか、猪苗代っていうと白鳥が見れるのか。渡り鳥なんでね、もうちょっと寒くなった時にいる鳥なんで、まだ見れないかもしれないって福島出身の上野城が言ってました。多分ね、寒くなってきてます、だんだん。これ外は、いや、ほんと今回防寒ですよ。急に寒くなったんでね、なんかもう衣替えからしない、準備しなきゃいけなかった。ただいまの気温10度で、いつの間に、さっきまで15度だったのにあっという間に5度下がってるじゃん。マジかよ、怖っ。山怖っ。磐梯山だ。かっこいいな、磐梯山。めっちゃ尖ってんじゃん。猪苗代磐梯高原出口です。40キロ制限にこっからなります。さあ、代金が気になるところ。結構な距離走ってきたよ。料金は6230円です。道の駅猪苗代到着でございます。はい、300キロの運転お疲れ様でした。はー、お疲れ様でした。ここでね、今日は一晩泊まって、
明日から東北の旅スタートということでですね、まずはちょっと受付しちゃって、もう事前にね連絡してあるんで、あと今日もう一人ついてきてくれる仲間がいますので、彼と合流もここでするということで、長いドライブお疲れ様でした。じゃあちょっとしばらく磐梯山を撮影しようかな。あと猪苗代湖ね、あ仲間いた。これが磐梯山ですね。先っぽ尖っててかっこいいね、めちゃめちゃ雄大な、そんなに高く見えないんですけど、なんかかっこいいですね磐梯山。道の駅から結構離れてんだな。湖すげえ広大な、ふわーって広っ、すごいね、いいですね、綺麗だ、向こうの山まで見える。ちょっと切りかかっちゃってるけどね、はあ、素晴らしい、夕日が綺麗ですね。いや、猪苗代に着きました。道の駅猪苗代に来たわけですから、猪苗代湖を取っとかなきゃと思って来ましたが、いいとこですね、空気が綺麗です。ちょっとね、思ったより寒い、それはマジでびっくりなんですけど、まあ空気が綺麗だなっていうのはすごくよくわかるので、この空気をね今晩堪能して明日出発しようと思います。一旦車に戻ろうかな、気持ちいいな。ここでバードウォッチングとか超望遠の持ってきてやったら面白いんだろうな。この後道の駅に戻って夕飯とお土産を買いました。ちょっと混んでて、全体映せなかったんですけど、とても綺麗ですごくいろんなものが揃ってる、おしゃれな店内でございました。RV パークの方もちょっと撮影をしないうちに暗くなってしまってちゃんと撮れてないんですが、翌朝、少し撮れてますので、 RV パークの様子は次回の動画でご覧ください。ベベン猪苗代町さんの一目惚れ2キロを買ってきました。新米です。炊飯器持ってきてるんでね、炊いていきます。お、いろんな地方の米が食いたいのに2キロからなんだよな、売ってるのが。折りたたみのバケツをここに置いてます。炊飯イエス。保温に変わってます。じゃあ開けてみたいと思います。てれーん、うまそう。これは絶対うまいやつ。ほら美味しそう。いただきます。やば、やべー、うん、まー、なんもいらん、めっちゃうまい。うん、うまっ、うん、まっ、あー最高すぎた。やばい、涙出るとこだった。いろいろ買ってきました、ご飯のお供。道の駅猪苗代すごい、会津とかこの猪苗代とかもう本当地元のものばかりが揃ってて買えるっていうので、どれ見てもそうなの、欲しいものだらけで5000いくらも使っちゃったんですよ。米も買ったからね。まずはちょっとこの会津牛食べようかな。会津牛とご飯最高でしょ、こんな。いただきます。最高じゃん、もうご飯だけでうまいのに、うん、まい。結構ピリ辛でね、生姜とニンニクの風味がすごくしっかりするんだけど、お肉のうまみがすごい、うまい、うん、うまくて。生姜ね、もう絶対うまいじゃん、絶対うまいもんな。いただきます。やば、うん、まい。これはね、もうこうやって炊きたてのご飯にかけても美味しいし、
書いてあるようにうどんとかそうめんうどんとかにかけてみ、もううまい。イカ人参、僕イカ人参初めてなんだけど、てか存在すら知らなかった。人参の比率の方が多いですね。うまっ。人参がパリッパリで、これ人参ってこんなうまかったっけって、食べるまではイカがメインだと思ってたけど人参メインなんですね。人参の嫌いだと思われがちな部分、その部分をイカが程よくしてくれてる。めっちゃうまいですね。こんな食べ物あるんだ、止まんねえや。ご飯完食、食べ過ぎ、俺太って帰るわ。こんなうまいもん一日まだ始まってもないのに。であとはこのイカ人参と日本酒で。田舎は近いって言うよ。うまい。今時間まだ7時半ですよ。あ、すいません、今の気持ち悪いおじさんの真似は昔そういうのやってたことが僕がありまして、知らない人はただの気持ち悪いおじさんかもしれないんですけど、ちょっとそういう方はスルーするか、以前の僕のその地べたろうさんをね見ていただいて、すいませんね。美味しいです。あーうまっ、うまっ。はい、というわけでですね、まだ晩酌の途中なんですが、今回の旅のルールというか、まあなんていうか、皆さんに共有して今後こうやって楽しんでもらったらいいんじゃないかなっていうようなものをですね、説明していきたいと思います。この東北弾丸ツアーはですね、経験がどこにも遠くに連れてってあげれてないっていうのがまず大きかったんですけど、経験で長旅がしたい、そして東北行ったことないから行きたいっていうのを掛け合わせて、ツアーを組みました。そこをベースにやっていこうと思ってます。まず一つ楽しむっていうのがまず一個の目のルールで、二個目のルールとしては6県を回るっていうことですね。県庁がある都市は回ろうかなと思ってます。あとは各県で一泊するっていうのですね。で、まあ6件回ったことにしようかな。それからですね、数週間前に皆様からの旅中のリクエストを募集しますということでですね、動画を上げさせてもらったんですけど、1日に最低3回、リクエストを抽選したいっていう時に、うんちゃんに連絡します。で、うんちゃんがこれでっていうのを選んでくれます。選ぶというか、まあ、抽選ですね。ピックアップしてくれます。で、それで僕はそれをやらなきゃいけないという形になっています。まあね、僕がくじを作って僕でこうやっちゃうと、なんか皆さんね、本当にそれ出たのとか、やりたくないの入れてないんでしょうとか思っちゃうかなと思ったんで、ここはうんちゃんとリモートで参加してもらってやっていきたいなと。1日最低3回。朝、昼、晩っていうイメージですね。に、プラスアルファ時間があれば、やっていきたいなと思っています。でルートですが、今は福島県、猪苗代湖のほとり、道の駅猪苗代にあります。ここをスタート地点として、そしてここをゴール地点としようと思っています。そうすることでこう一周ぐるーんと回ってきて終わりみたいにしようかな。こっから帰るのはもうまた一気にポンって飛ばしちゃおうと思っています。こっから、福島、宮城、岩手、青森、秋田、山形っていう風に回っていきます。基本下道を使っていこうとは思っています。それからですね、一応この旅一人旅なんですけれど、一人ウームのね所属事務所のマネージャーさんが安全のためという形でついてきてくれてます。そこはね、まあ、一人旅じゃないのかよって思っちゃうかもしれないんですけど、いませんって言った方が不自然になっちゃうので、そこは最初にお伝えしておこうかなと。彼も N ボックスで車中泊、します。あ、そうだ。あと一個言わなきゃいけないのがあった。車中泊を絶対しなきゃいけないっていうルールにもしてないです。ルートは一応車中泊って進んでいくんですけど、これもやっぱり一回リセットしたいだろうっていう。一泊より
多く連泊っていうのをしたことがないので、一応ここは安全を考慮して青森は宿を取ってます。これから今日も含めて3連泊して青森でホテルで1泊して、その他秋田山形はまた連泊っていう形にしています。うんちゃん電話してみようか。もしもし。もしもし。はい。今ルール説明が終わったので、うん、一応うんちゃんに抽選してもらうっていうことで、うん、これ明日から朝からよろしくお願いします。待機しててもらわなきゃいけなくて大変だと思うんですけど。大丈夫、編集すれば。はい、うんちゃんはこうやってリモートでね、参加してもらいます。はい、はい、バイバイ。バイバイ。はい、楽しみだな。ほんとこれいろいろ準備しててね、どんどん楽しみになってきたんだけど、やっぱ前日になるとちょっとナーバスっていうか心配が勝ってきたけど、いざ来たらやっぱり楽しみですね。楽しみと心配のこういろいろ入り混じって旅っていうのは楽しいのかもしれないなと。初めてですよ僕、 7日間も旅に出るっていうのはね。本当にアメリカに行った時とインドネシア行った時とぐらいですよ。なんでちょっと楽しみに皆さんもしていてください。はい、じゃあ寝る準備。まだまだちょっと飲むけどね。さっきね、実はここ、ファンヒーターあるんですけど、つけたら、一瞬であったかくなりました。怖いもんないっすね。電気毛布もあるし。水汲みはこの中で全部できるっていうシステム素晴らしいな。よし、明日は早起き。6時に起きて、朝からね、喜多方ラーメン食ったろうと思ってるんですよ。朝早くからやってるんですよ。これはとてもいいです。これとね、折りたたみバケツがあれば、車内で全部できるんで。このバケツをね、今からおしっこ行くときに捨ててちょっと洗ってくればいいっていうことなんで。めっちゃいい。すごい快適でござるよ。足も伸ばせるし。全然言うことないっすね。あと、普段家で使ってる枕持ってきたんですよ。いつもあんまりね、ぐっすり寝れないのは枕のせいだと思って。もう寝るの？それじゃあ、おやすみなさい。今日、オリオン座流星群らしいっていう話だったんですけど、外は残念ながら曇っておりまして、月がギリギリでしたので諦めました。以上です。おやすみなさい。